はい、えー、今回のテーマはですね、非非非効率非効率的に稼げ非効率的に稼げっていうテーマにしよう。非効率的に稼げ。はい、これはですね、今日ですかね、あのドリアカの塾生さんでお問い合わせでその効率よく拡散できる方法ないですかみたいなそのまあお問い合わせがあって、まあそれからまあテーマを決めたんですけども。 まあその,、ね、なんかのお問い合わせの動画でも僕は言ったんですけどもあの1万人以上いろんなお客さんを僕見てきまして <laughs> で、ね、今も現行で、ね、サポートしてお問い合わせいただいてこう対応してるんですけども、まあ、多分この動画を見られてる方の中で1万人以上の行動を見てきた人って少ないと思うんですよ。1万人以上の行動その、うん 行動と思,考思考と行動ですね。見てきた人っていないと思うんですよ。うん。多分いないと思います。かまあ限りなく少ないですよね。多分1万人クラスのお客さんを見てるっていう人は、まあ、僕の動画見てないと思うんでで。 あの未だにやっぱいただくんですけどやっぱその本当に稼げますかとか初心者でもできますかまあ、これから5年後も10年後も20年後も30年後も40年後も50年後も100年後も生きてないですけどもずっと多分この質問をもらい続けるんですねまあそれは知ってるんですけどだから言い続けますけど答え続けますけど要はほとんどの人が特にそのネットビジネスってなんかそのすぐ。 稼稼げげそそううなななイイメメーージジがが効率よくあるじゃないですか例えばステップメールで自動で稼ぐとか、ね、LINE で自動で稼ぐとか、まあ、LINE アットの自動の配信機能を使ってなんかその契約して稼げるとかねなんかその自動化っていうのができるのがネットであり、えー、なんだろうなだからあー効率よくね稼げるんじゃないかなっていう。 確かに効率よくは稼げるんですけれどもでもねその効率を求めると、うん、稼げないんですよ効率を求めると稼げないんですね,ね効率よくは稼げるんですよなんか矛盾してるんですけど話がネットビジネスって効率よく稼げるんですけれども効率を求めてる人は稼げないんですよこれ何でかっていうとこう効率を求めてるわけじゃないですか効率よく稼ぎたいとね効率よく稼ぎたいと 今すぐ稼ぎたいと今月100万みたいな効率よくみたいなじゃあ効率よくっていう電波をこう発してるわけですね効率よく稼ぎたい今すぐ稼ぎたいっていうのをずっとこう電波っていうかねそのその携帯電話みたいな,なんか効率よく稼ぐ携帯電話みたいなわかります効率よく稼ぐ携帯電話じゃあその電波を受信するのは その情報の電波を受信するのは効率よく稼げる情報を受信するわけですよね効率よく稼ぎたいと思ってるからじゃあ例えばブログを始めましたねブログを始めましたでやってますいやだなこれ非効率だなみたいな <laughs> あんまこれは思ったより稼げないなってまた情報を効率を求めるじゃないですかで効率がいい 早く稼げるるものに目移りすすわけですよああやっぱこれじゃないなもっと早く稼ぎたいなでいろんな情報があるわけですよねこれが早く稼げますよ初心者でもみたいなあやっぱこっちかなみたいなでこっちやるわけですよねで今度こっちなでこっちやってでまたちょっとやってたあーやっぱまたその電波がね効率よく稼ぎたい早く稼ぎたいっていうであの受信するんでもう常に受信してやるんですよあこれもいいかなこれもいいかなで結局ぐる,ぐる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 回って結局何一つ 成就しないというか、何一つ形になってないですよ。だから一年後も二年後も三年後も。あれ、あの、ブログやるって言ってなかったっけみたいな。あれユーチューブやるって言ってなかったっけみたいな <laughs>。だけど、何も形になってないですよ。わかります。だから、効率を求めるんじゃなくて、一つに決めて、まずやることを一つに決めて。そのやることを決めた上で。何が稼げるかじゃなくて、何をするかなんですよ。 分かります何やっても稼げるんですだから何をやるかではなくてな何をやるかじゃなくて何をん何に決めるかちょっと今さっきいい言葉出たんだけどなちょっと忘れちゃいましたねキャッチコピーで、えー、何が稼げるかじゃあ何が稼げるかではなく何をやるかなんですよ分かります何がどれが稼げるのかな何が稼げるかじゃなくて何を自分がやるのか何を決めるのか で一つに決めるじゃないですかこれをやるとじゃあこれをやっていく中で非効率最初はね分かんないことですから最初非効率からスタートするんですよだって分かんないから調べないといけないですよね情報を調べないといけないんで非効率なんですよだけどでそのやっていく中でじゃあ効率これこの一つのことを効率よくするためにはどうすればいいんだろうって考えていくんですよで考えてその一つをものにしていくんですね でそうするとどんどんスキルもつくしその一つのことが効率よくなって最終的に例えばメール一発打つだけで100万200万上がったりするわけですよめちゃめちゃ効率よくないですかメール一発書くだけで100万200万上がるような世界になるわけですよ超効率よくないですかどうすかメー,ルメール10分ぐらいで書いて100万とか,か実際こういう世界があるんですよ僕も体験してきましたけどめっちゃ効率よくないですかすげえ効率いいですよねどうすか だけどそこまで行く過程のプロセスっていうのが非効率もう経験しないといけないんですねで非効率を経験して体験してじゃあもっと効率よくするためにはこれをですよこの一つの物事を効率するためにはどうすればいいのかってやっていくんですよ例えば僕の塾生さんの事例であやさんっていう人がいるんですけどあやさんは今サイトアフリエイトねサイトアフリエイトってもう10年前からある手法ですよ サイイトトアフリエイトってブログアフリエイトって僕がネットビジネスに入った時にちょうどライブドアブログとか無料ブログになったりとかしてその今までホームページをね HTML のタグ打ちしてなんかこうソースを打ってやらないといけないっていう時代だったんですけどそれから個人がね簡単にブログを作れるようにしかも無料でねしかもアフリエイトもできるみたいになってねで、えー、そのブログアフリエイトサイトアフリエイトっていうのがこう広まっていったわけなんですけどこれはもう十何年前の話ですよでそっからもうねあるわけですよ 僕ね昔そのライブドアのブログまあ今はちょっと分かんないですよ当時その堀江さんがなんかそのブログで100万稼ぐみたいな雑誌が売ってて僕それ買ったことがあるんですけど堀江さん出ててまあそのライブドアでどういうふうにやるのかっていう、うん、今ライブドアってあんのかなすいません <laughs> あれですけどそのどういうふうにあの稼ぐのかみたいなアフリエートの仕組みみたいな書いてた本なんですけどそう。 でそのあや,さんはあやさんは今、サイトアフリエイトで、ね、月300から400上げてるんですね。で吉梨さん、この前、ね、東京来て今、東京来てますけど東京でお会いして「吉梨さん、来年1億ちょっと狙ってるんですよ」みたいな今、サイトアフリエイトとかで、まあ、大体、サイトアフリエイトとかあと他の収入も含めてコンテンツ販売も最近ちょっと始めて、まあ、500ぐらいはもう行くようになりました、まあ、年間6000万じゃないですかじゃあ,あと4000万もっとコンテンツ販売をしてここ上げれば1億見えてくると。 1> 1億ちょっっと狙ってるんですすよみみたいなすげえなみたいいなななげその AYA さんも最初じゃあどういうふうにそのサイトを構築していったのかっていうと自分でやってたんですよ自分で書いて自分でブログを作ってたっていうのをやっててでじゃあこれをねあなるほどこういうふうにやればブログって稼げるんだっていうのを半年間ぐらいずっとやってたわけですよねじゃあこれをじゃあもう大体いいやり方は分かったぞと稼ぎ方が。 じゃあこれを効率化するためにはじゃあ外注化すればいいんじゃねってなって外注化に移っていったわけですよ。で今外注化してでライターさんとか50人ぐらいいるんですけどだからもうそのサイト運営に関してはもう記事はライターさんに書いてもらってますからしかもねそのライターのね外注費用がね300400ね売り上げが上がっててアフリエイトの。で50人、ね、ライターさんを外注化して費用20万っつってね クソ安いなみたいな <laughs> あらり高えぞみたいなね <laughs> そうまあ今度ね来年来年になるんですけどあやさんの商品売りますんでその外注化の2.0外注化2.0ってやつの商品あるんですけどそれあやさんの売るんで来年、はい、まあそれはちょっと別枠で取っていきますけどあやさんもね今月300とか400アフリエイトで稼げる人も最初は非効率なことをやってたんですよ そこで体験をしてじゃあそこで効率よくするためにどうすればいいのかってこう考えて考えて外注化してっていうこの流れなんですねかります。だから効率を求めるんじゃなくて非効率の中から効率を見つけ出す効率的にするためにはどうすればいいのかって自分で考えてそこを成し遂げていくというかやっていくというかそれが大事ですね。わかります。効率は求めるのではなくて効率は考えるもの分かります 効効率率はは求めるるももののじゃなくて効率は考えるものです一つに決めてやることをでそのやることを、うん、効率化していくっていうだこれがねあのうまくいく方法だと僕は思いますだって本当に僕で1万人以上見てますからねお客さんの事例失敗事例ね失敗事例をね腐るほど見てきてますんで本当にね簡単に稼げるだから今年かな去年かな今年か去年かなセミナーやったんですけどその女性の方で 60歳の方と23かな5かな23か5と60歳の女性の方はセミナー参加してくれたんですけど共に、えー、情報商材買いまくって300万みたいなでその,あのセミナー終わった後その25か24の女性の人と「なんでそんな買ったんですか?」みたいな聞いてたんですよそう聞いたんですねそしたらあの「今度は大丈夫」みたいな 初心者でもでもきる今度は大丈夫みたいなどん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 次取り返さないといけないというような,、まあ、そのなんかパチンコみたいな感じですよねあの入れて入れてもっと取り返さないと取り返さないとドツボにはまっていくっていうで初心者でも今度は大丈夫ですっていうセールスでどん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 買って300万ぐらい借金作ったっていうねだから60歳の方もまあそういういろんなね情報を買って300万借金というかね作ってしまったと。 まあ今年今年に限らずねいろんな方にお会いしてるんでまああの数えきれないですけど結果的にその効率を求めて今結果出てますって話でそう効率的に稼げる情報を探して今結果出てますと結果出てるんだったらいいと思いますよ、うん、結果出てるんだったらいいんじゃないですかでも僕のデータから見るとほとんどの人がそれで結果出てない ま、その理由は何度も言いますけど、効率を求めてるんで、その今非効率なことをちょっとでもやると効率を求めて、また情報を探してで、またやってでその外と,と,とあの外見の情報と中身が違うんですよ。結局。なんだろうな。キャッチコピーだったりとか、そういう歌い文句っていうのはいいとこしか言わないんですね。基本的にいいとこしか言わないんですよ。うんだから、そのいいとこの情報を見て。 あとね悪いんですけどその初心者にもレベルがありますからねどこ基準初心者なのって話でパソコンを買ったことがない初心者もいればじゃブログはやったことがあるよっていう初心者もいれば初心者に関しても何基準なのって話でそうその初心者でもできるっていうその初心者の基準もね曖昧なんですよねなんか初心者って大きいくくりですよね非常に。うん だから最初は、ね、非効率なななこととをしないとダメなんですよ最初は絶対非効率なことをしないと絶対ダメです。うん、でその非効率をしていく中で自分でこう見つけていく効率、うん、新しいものの情報を見つけるんじゃないですよ一つに決めたことに対してどう効率化するのか例えばじゃああやさんの事例で言うとサイトアフリエイトで今月300400稼いでるわけじゃないですか。 じゃあ、アさんが最初、非効率なことをやってたわけですよね。じゃあ、サイトアフリエイトをやったことがない。じゃあ、サイトアフリエイトやったことがないから調べるじゃないですか。非効率的ですよね。調べて、あ、こうやるのかって調べてるじゃないですか。ね。で、最初、収入も上がんないわけですよ。これ大丈夫かなみたいな感じでやってるわけじゃないですか。で、その時に、あやさんが効率を求めて、いや、やっぱサイトアフリエイトダメだなと思って、違うことに手を出してたら、今、月300、400の収入はないですよ。 分かりますだ一つを突き詰めた結果今300400いってるわけですよ分かりますそうこれは魔法でも何でもなくてなんかまあ当たり前というかねうん一つを突き詰めていくっていけば何でも稼げるんでもちろんね合う合わないはあると思いますけどぶっちゃけ合う合わないなんつうのはなんかそのなんかたわごとじゃないですか合わないんですみたいな じゃあ仕事でな仕事場でね上司とかに「いや上司がねこの仕事しろ」っつって「いや上司僕この仕事僕合わないんですよ嫌いなんですよ」みたいな言います <laughs> 言いますかすみませんその仕事僕合わないんでちょっと無理ですねって言えます僕言えないですね申し訳ないですけど僕は言えないですね <laughs> はい,いや内心嫌だけどいやいややるっていう。 わその仕事やだなめんどくせえなでもやるじゃない僕はやります、うん、やってません, <laughs> ん逆にそ上司その仕事僕合わないんでやりたくないですって言える人は多分 <laughs> 成功してると思いますよ成功してるかなんか何かやってると思いますよほとんどの人がねあのあ分かりましたみたいないやいや,やってるわけじゃないですかだから関係なくないですか何でじゃあいや,いやでもやるんですかって話でね なんで嫌でもやるっていうだからネットビジネスも嫌とかそういうレベルじゃなくて稼ぎたいんだったらやれっていう <laughs> 超シンプルじゃないですかだって仕事でも同じことやってんだからかいやねいや吉谷さん僕は会社で上司に言われて自分が合わない仕事とか嫌な仕事は全部嫌ですって断ってます 多分リストラだね、自分みたいな <laughs> 話じゃないですか <laughs> 通らないですよね会社でいやその仕事も嫌ですいやその仕事も嫌だ君じゃう,うちの会社働けないねっつって <laughs> クビじゃないですかそんなのだまず無理ですね <laughs>、うん、だからなんかその合う合わないとか要はあるんですけど確かに確かにありますよ合う合わないっていうのはだけどそれは僕からするとなんかその 幼,幼稚園児が言ってるなんか「あが嫌い」とかねなんかピーマンが嫌いと言ってるようなもんと一緒なんじゃないかなと僕は思うんですよね「ピーマン食べられない」みたいな <laughs> もうだ大の大人なんだからなんか一つのこと突き詰めて突き詰めてかちょっと稼げるようになってからあやっぱちょっと自分に合わなかったなとこれや稼げるようになったけれどもちょっとうーんちょっと違うことチャレンジしてみようありだと思うんですけどなんかね なんか違うんですよみんな <laughs> なんかみんな違うんですよねうんまあいいんですけどねうん95%の人がみんなそういう感じなんでだから僕たちが勝てるんですよやってる人が一つのことを突き詰めてる人が勝てるんですよありがたいことにだってみんなブレるじゃないですかみんなブレるしみんなやんなくなるからだから一つのことを突き詰めた人が勝てるんですよラッキーですね 僕もラッキーだなといつも思いますけどねもう僕はねメッセージとしてねそういう,うにちゃにこういうメッセージを投げたとしても95%の人は、えー、見ない聞かない行動しないなんでねそうまあ僕の動画見ても行動する人は1%ですから、うん、例えば「あのあ吉谷さんの動画見て僕も腹くくりました」っつって1万本で、ね、僕今えー、8500本ですかね 僕を超えるぐらいの動画をアップロードする人多分出てこないと思いますしうんまあ出てきたとしてもまあ追いつけないですよね僕もやってるんで同時並行で僕を越せるっていうねなかなかほまあ本数ですよまあ再生回数はちょっと負ける,と負ける可能性ありますけど本数はね結構自信ありますねこれから抜こうと思ったら結構大変ですよ <laughs> そう多分途中,の途中でどんどん諦めていくかなと思いますけどね まあ僕はもう明確的に分かってるんですよ。要はたくさんのお客さんの失敗事例も見てきてるんでね。商品、僕は商品売りますけども、ね、商品売りながらも95%の人はうまくいかないと思ってるんですよ。<laughs> なぜならば行動しないから、素直に。素直に行動しないから。うんね、さっきライブしてたんですけど、ライブもね、質問ないんですよ。要は あの毎日ね一応僕ライブしてて、まあ、質問も受け付けて質問くださいみたいに言ってるんですけど質問もあんまないんですね要は結局質問もすらしないんですよだから1人で悩んで1人で挫折していくんですよ不安で不安だったら聞けばいいし不安だったら会いに来ればいいしなんでそれをやんないんですよねだからその95%の人はそう,そういう感じなんですよ分かんない不安だけど聞かない、うん、会いに行かない 自分の稼げない経験でで何ととかしようすするんです、ね、いや聞けばいいじゃんミスナムにってみたいな <laughs>、うん、別に僕に聞かなくてもねあの他の人に聞けばいいだろうしあ僕のがうさんくさいと思えば自分が信じる人に会いに行けばいいだろうしそれは別に僕じゃなくてもいいわけですよ、うん、そう成功したい稼ぎたいんだったら稼いでる人に会いに行って聞けばいいだろうしすげえシンプルなんですよね何やらないですよ だからあの僕はそれを知ってるのでだから僕はそれを知ってるから逆に僕は逃げないんですよ。わかりますお客さんは僕が商品販売したとしても95%の人は動かないだけど商品は販売する。ということは商品僕が販売すればするほど稼げない人を量産してるんですよだって95%の人が行動しないわけじゃないですか僕が商品たくさん売れば売れるほど稼げない人を量産するわけですよ共済買っても。 だからこそ僕がお客さんより動いてちゃんと行動しましょうってことを言い続けるんですね。うん。<laughs> これしか僕ができることってこれしかないんでこれを続けるっていうのは決めてるんですよ。そう。ねだから僕は逃げないですから。うん、ねあのなんだ 吉拓郎詐欺とかでサジストで出てきたりとか検索してる人いますけど僕逃げないですから逃げない詐欺ってなかなかいなくないですか逃げない詐欺師ってなかなかいないですよね僕逃げないんでなぜならばお客さんに行動してもらいたいし結果出してもらいたいからですだからお客さんに行動してもらって結果出してもらうためには自分が逃げずに、えー、ずっとやり続ける、うん、多分これをやっていけばあの95%の、えー、層のうん 全部は救うことは多分無理だと無理だと思ってるんですねだけどその割合を増やすことは可能だと思ってるんですね、まあっ吉永さんあんだけやってるしなとだからサポートに関しても今一人で全部僕やってますけども、うん、お問い合わせ来たらね一人一人動画撮って対応してますしこれはずっとねできるだけやります僕ができる限りね、うん、まあ死んだらちょっとできないですけど、うん だからね、僕はこの仕事をやってて面白いなと思うのがお客さんがその変わっていく姿だったりとかうんあとは、ね、一番嬉しいのは吉谷さんに出会って人生変わりましたって言っていただけるのがすごく嬉しいですよねだからまあ仕事の生きがいですよねやってて楽しい、うん、これがどうですかなんか会社で働いてて多分嬉しいと思うんですけど会社で働いてて上司にねお前がいるからね この会社成り立つんだといつもありがとうなみたいな。お前やっぱすげえよと。って言われたら会社楽しくならないですか、うん、たぶんそれでなんか嫌な気持ちになる人いないと思うんですよね。うん、上司にね、よし今度、お前昇給だみたいなね。で、昇給5000円みたいな。<laughs> まあそれが事実なんですけど、現実ですけど。でもなんか上から認められるって楽しいと思うんですよ。僕はもう あの自分が生きて生きてる人生の中でより多くの人たちの人生を変えるこれがまあミッションというかねかっこいい言葉で言うならばミッションですよね、うん、少しでも多く全員は救えないけど少しでも多くの人をの人生を変えるきっかけを作る、うん、それが僕のミッションかなと思ってますしだから、えー、他の人が多分やらないですね。うん まあ、ライブ放送に関してももう1,600回ぐらいやってますし一番初期本当にねよく言われるんですけど一番初期のライブから知ってる人は「吉谷さんまだやってんすか?」みたいなそ1,600回っつうとなな何年ですかね365は1,600回は3654年ぐらいやってんじゃないですかねだからこれね毎日本当にその一番最初はね土日休みでやってたんですけど ある区間から毎日やって毎日は3年ぐらいやってると思うんですよ2年か3年は毎日はだこれをあとに60歳まで僕ライブ放送はやりますんでほんと278年ね毎日ライブやったら、まあ、絶対勝てる人がまずいないだろうしうん何言われても、うん、質問ないんですよ質問くださいって言っても質問ないですから。 だけどやってるんですけどでもそのやってるっていう自信も僕自身もつくし、うんまあ、あとはそのそこでねあのライブ放送、まあ、数少ない質問はたまにあるんですけどその質問で人生が変わったっていうその質僕がライブ放送で質問回答したことによって人生が変わったっていう人もいますから、まあ、その環境ですよね環境を提供するこれも仕事の一つかなと思ってますし。うん ささにやっぱね毎日はやっぱ大変ですよね移動してる時とかまあ今日もね国道を走ってたんですけどやべえライブじゃんもうみたいなねやべえライブだなもうみたいなでちょっと止め今止めてねライブしてライブした後、まあ質問なかったんでね動画撮ってるんですけど、うん、いやー本当にねみんなやらないですよねやんなくていいんですようん みんなやり始めたらもうライバル増えるんでまあライバル増えても僕は勝てる自信ありますけどね僕以上やる人いないと思うんで、うん、そうあとはね量からしか質は生まれないんで量からしか質は生まれないんでとにかく数をこなすとにかく反復練習をこなすことによって質っていうのが生まれてくるっていう僕は原理原則を理解してるのでだからとにかく量をこなす。うん 特に僕なんか凡人、凡人以下雑草、うん、アホ、バカ、一般の人より劣ってるっていうのは自分で自覚してるんで、だから人よりやるっていう、多分この動画見てる人より、えー、あなたより、まあ、間違いなく僕は頭悪いですから、うん学校の、学校も勉強してこなかったし、成績も悪いし、就職活動も本当に10社以上落ちて、でえー、大,学の大学も行けた理由は、卓球やってただけなんで。 だか,ら面接だから高校大学も面接のみです筆記試験ないです僕全部推薦内入ってるんでだからもう勉強もだからセミナー前やった時にねあの人漢字書けないねって言われましたからね広島でセミナーやった時ねあの人漢字書けない、まあ、広島でセミナーやった時はその僕の集客じゃなくて他の人のあれで来た人もいて一般の人もねその僕のことを知らない人がセミナーを受けて あの人漢字も書けないよみたいなこう休憩中ざわついてんすよ。<laughs> 僕はそれをネタに話しましたけどね。うん、まあ時刻耳で今休憩でなんか僕が漢字書けないことをちょっと小耳に挟んだんですけど僕はすいません漢字書けないです。でじゃあ何で漢字が書けないのにずっと書けないことをこうやってるのか実は理由があるんですみたいなね。うん、要は僕が漢字書けないことによって見てる人はね 僕より字がきれいだろうし僕より漢字書けるだろうし僕より頭いいんだから僕以上に結果出せるでしょう僕以上に成功できるでしょう僕よりできるんだから頑張りましょうとこんな僕でもできるんだからっていうところの共感というかねそういうメッセージ性を伝えるためにも漢字も勉強しないし勉強すればいいんですよ覚えれば漢字なんて僕書けないですけど勉強すれば覚えればそれは書けるようになりますから字も練習すれば綺麗に書けるじゃないですかうんだから見たくれよくね なんか,あのかっこよく見せたいんだったら字もちゃんと習ってね、うん、漢字も覚えて、うん、やればいいわけですよでもそれをしない理由がそういう理由なんですねだか、うん、漢字も書けないけど何、うん、とかできるよみたいな <laughs> そうだからそう思うんだったらあの頑張りましょうっていうところですよね うん字も汚いままだし、まあ、これで貫きますねうんそう、まあ、そんな感じですねはいということで、まあ、あの効率を求めるんじゃなくてね効率は考えるもの自ら考えるものどうすれば効率よくできるのかって考えるもの情報を求めてたらもういろんな情報をキャッチしちゃってもうブレブレになっちゃいますからでブレブレになって結局何一つうまくいってない 1>, 1年後も2年後も3年後も効率よく稼げる方法を求め続けてるっていう状況が変わらないっていうで何一つ変わってないっていう何かあるんじゃないか何かあるんじゃないかメルマガをチェックラインアットをチェックはい一生終わっちゃいますねラインアットとメルマガ検索して一生終わっちゃうっていう、ね、でで変わってるのは自分の財布の中身貯金残高どん,どん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 買いまくって 何も変わっっててないっていうね、うん、だからまず一つに決めるってことは大事ですね、うん、で一つに決めてやりきった後と何か新しいことにチャレンジするチャレンジするってことは大事なんですよ、うん、なんかさ儲かる情報で儲かる方法をやるとかじゃなくてチャレンジするんですわかります主体的に動いてるからチャレンジって主体的じゃないですか儲かる情報を受信してやるって受動的ですよね 主体的か受動的かどっちかっていうところですよね。主体的ならオッケーだと思います、うん。でもそれが受動的だったらうまくいかないです。だからそのネットビジネスもくれくれくん、うん、稼げる方法を教えてくれ、うん、儲かる方法を教えてくれ、アクセスが上がる方法を教えてくれ、くれ,くれくれくんですよね。じゃなくて自分で情報をギブしないとダメなんですよ。 だと稼げないですよ、うん、情報だって受動的じゃないですかくれって主体的にならないと稼げないんでじゃあ主体的って何ですかと自ら情報を発信して自ら逆にサポートするぐらいじゃないと分かります、うん、教えてあげるっていうねまあその僕は顔出しして対面でこう教えるってことやってますけど例えばその情報ビジネスで言うならば例えばその excel の使い方が分かりません。っていう人が世の中にはたくさんいるわけですよね。これからエクセル始める初心者エクセル初心者が腐るほどいるわけですよ。じゃ、自分が excel をある程度普通の普通ぐらい普通ぐらいですよ。オートサム分かります。とかオートサムわかんない人もいるんでオートサム分かります。とか、ちょっとした関数分かります。っていうことであるならば、ブログにじゃあそのこのやり方みたいのを書いて、その初心者の人にその情報を投げればいいわけじゃないですか。で、そこでアクセス集めてたりとかね。やればいい。 だけなんでそうクレクレじゃなくて自分が何かコンテンツ提供する何か提供するっていうことをしないと稼げないですよまあブログにしても YouTube にしても何にしても何かコンテンツを作って提供するブログの記事を書いて提供するインスタでも写真をね綺麗な写真をちょっと工夫して撮ってアップする面白い写真を撮ってアップするこれもコンテンツ提供の一部ですし写真なのか文章なのか動画なのか音声なのか。 僕も東京に来てまあ明日もね音声収録あるんですけどもいろんな方とねコンテンツね僕ねいつも一人で喋ってるんでつまんないんじゃないですかだからその飽きないようにいろんな人と対談セッションしてでそのコンテンツ作りっていうのをしてますでこれこの先これからもやることは変わらないです僕も動画を撮りますけども飽きさせないためにいろんな人と対談をとってね あのそのいろんなコンテンツっていうのを、ね、こう作っていくもちろんその面白おかしくやるやつだったりとかあとはアクセスを集めるための動画だったりとか、まあ、いろんなジャンルで動画の方は撮ってきますけど、うん、はいということで終わりたいいと思います本質シリーズですね、えー、と販売は僕が鹿児島書いたあたりぐらいからちょっと販売しようかなと思うんでとにかく無料コンテンツがずっと,と,にかくずっと続くと思います 多分今回はね中級上級者なんであんま買う人少ないと思うんですけど、うん、まあでも内容めちゃくちゃいいですから本当に高額の意味わかんないねカスカスの塾入るんだったら絶対今回の買っといた方がいいですマジでまあ買ってもまあ行動しないと思いますけどね <laughs> 買っといた方がいいけど行動しないと思いますけどうん <laughs> 売っときだから行動しないでしょうっていうねド S ですね、まあ、僕 M にも S にもなれるんで でもその意味わかんないものを買うんだったら今回の買った方がいいですね。内容めちゃくちゃすごいんで。てかそかドリア化でも言ってないような話もしてるんで、まあ、僕塾やってますけどその今回の販売するやつがその参加者の方がですね月100万以上稼いでる人しかいなかったんですね月100万以上稼いでる人しかいなかったんですよ。まあ、今回その,ワンデーの5万でやった。 5万でやった鹿児島でやった5万で1日5万でやったセミナーの、まあ、全,全収録してる映像なんですけどでいつもはその初心者向けに落として僕は話すんですけど上級者しかいなかったんでテクニカル的な部分だったりとか超上級のマインドセットドリアカでも言ってない、うん、ドリアカっていうのは初心者の方が入ってますんでねまあ中級上級の方もいますけども。 割合的に初心者の方が多いので初心者の方が分かるような構成っていうのは心がけてる部分あるんですけどまあその5万でやったセミナーっていうのは、うん、まあ中級上級月100万以上稼いでる人しか参加してなかったんでまあテクニカル的な部分だったりマインドセットっていうとか結構上級の話をすごくしましたうんあれはねそういいと思いますけどねはいでは終わります ありがとうございます。